オタファの秘密基地。どうもありのとうござこんにちはオタファです。今日紹介するおもちゃは、これだハウンド、トレイルブレイカー、ホイールジャック、スモースクリーンだというわけで、トランスフォーマーレビューです。トランスフォーマーよくわからない方も、熱心なファンの方も、どうぞ最後まで見てください。ここにあるトランスフォーマーは、海外のメーカー、ハズブロの新商品になります。 で、ここに1,2,3,4,5体いるんですけども、それぞれがロボットからビークルに変形して、さらに合体するっていうシリーズ。コンバイナーウォーズ。今回で第6弾になります。ちなみに僕1弾から全部やってるんですよね。で、今までだと、こう、一体一体順番にやってたんだけど <laughs> まあ、今回は、これを一気にレビューします。そして今日は、そのコンバイナーウォーズ第4弾のウルトラプライムのメンバー。じゃんこの人たちと一緒にレビューしていきます。 さあ、というわけで、早速パッケージから取り出します。サイバードローン戦士、出動ご覧ください。中身を取り出すとこのような感じ。そして、それぞれに説明書。こういった薄いトランスフォーマーの本が入ってます。さあ、というわけで、順番に見ていきましょう。まずはこれ。スモークスクリーン。かっこいいですよね。そうそうそう。今回紹介する4体。そして、後から登場する5体は、どれも、一番最初の初代トランスフォーマー。 戦え超ロボット攻めたいトランスフォーマーに出てきたキャラクターなんですよね。それのリメイク。青、白、赤。うん。そしてここと、あの、この車体の横の38。このナンバーがトレードマークですね。これのリデコ元は、同じコンバイナーウォーズのガーディアンのストリートワイズですね。うん。じゃ、ちょっと武器見てみましょう。こんな感じ。まあ、これストリートワイズと同じですね。で、これ、あの、万能なんですよね。合体した時の、 これが拳になります。合体ロボの拳。さらに、これを伸ばして、足になると。第4弾の、さっき出した、プロール。これの、本当に色違いですね。こっちのプロールとか、そのリデコ元となったストリートワイズはパトカーなんですよ。あの、このスモークスクリーンはレーシングカーなんですよね。だちょっとここが <laughs>、あの、ちょっと無理があるかなという感じ。うん。まあ、 あんまり細かい人じゃなかったら気にならないかも。うん。僕す、まあ僕はそんなに気にならないかな。うん。さあ次行こう。じゃんトレイルブレイカー。おー、トレイルブレイカー来たね。これ、あの、海外でも一度数年前に他の方で発売された時、確かトレイルカッターとして発売されたんですよね。まあ、登録商標の問題だったかもしれません。今回はちゃんとトレイルブレイカー。トレイルブレイカー。うん。ちょっとじっくり見ていきましょう。 この真っ黒いボディ。これいいですね。僕、この4体の中で個人的にこのトレイルブレーカー、いいなぁと思います。ウィンドウは水色。そしてこのトレードカラー。この黄色とオレンジと赤。このマークがあるんですよね。これのリデコ元は、あの、第2弾のメナゾールのオフロードですね。ここにピンがあります。おこれ、指じゃない。なんだこれ。あの、クレーン車みたいな。あ、これ、新規造形ですね。 こういう風になってます。これかっこいい。で、さらにそのオフロードの、うん、リデコ。がさっき登場したアイアンハイド。これも造形、色以外同じだけど、これちょっと後でロボットモードで紹介するんですけども、ここ。これ腕が、あの、なんていうのかな、拳じゃなくて、こう銃になってるんですよ。うん、トレイルブレイカーと言ったら、フォースバリアーですよね。このフォースバリアーの、うん、あの銃がついてます。 そこ以外は同じじゃないかな。どんどん行きましょう。ハウンド。ハウンドってあの、ジープからロボットに変形するトランスフォーマーで、一応これもジープの方なんですよね。うん。あの特徴的な白い星のマークそしてこのカラーリング。あの、アニメだともう少しこう、黄緑みたいなグリーンでしたよね。これはあの、当時発売されたガングのようなあの濃いグリーン。うん。リデコ元になったのが、じゃん。第5弾の ブルーィカスのスインドル。造形は同じですね。うん。さあ、そしてこれ。ホイールジャック。これはあの、リデコ元は、あの、ブレイクダウンですね。メナゾール編のブレイクダウン。うん。ええー、とね、僕違ったら申し訳ないんだけど、これ、ホイールジャックの元の車って、ランチアストラストスかなうん。ランチアストラトスっぽい造形になってます。このタイヤの部分とかは同じ。で、変形ギミックとかそういうのは同じですね。外装が違います。こう見ると。 全然違うんですよね。新規造形。これいいな。さあ、そしたら、さっき一部チラッと何人か出てたんですけども、第4弾のウルトラプライムで登場した G1 メンバー、ここに一気に並べてみましょう。せーの。ご覧ください。色鮮やかですね。今回発売されたのはこの両脇にいます。こう、パッと見るとどれがリデコなんだか新規の造形なんだかよくわかんないですよね。それがトランスフォーマーのすごいところです。 これがみんな知ってると思うんですけども、コンボイ、もしくはオプティマスプライム。彼を中心として、こうやって、G1 メンバーがいます。えっと、順に言っていくと、プロール、アイアンハイド、今回のスモークスクリーン、トレイルブレイカー。うん。コンボイで、ハウンドにホイールジャックに、リジェンにサンソリーカ。トランスフォーマーのどういうところが好きっていうのは、人それぞれ違いがあると思うんだけど、僕の場合はこうやってこう、ずらっと並べるのが好きなんですよね。いろんなキャラがいて、うん こう見てると癒されます。僕の YouTube のチャンネルを登録してくれる方、もしくはこの動画見てる人の多くは、トランスフォーマー好きな人多いんですよね。みんなはトランスフォーマーのどんなところが好きですか僕はやっぱりさっき言ったみたいにこうずらっと並べるのが好きです。さあ、それではトランスフォーマーなんて言っても変形ですよね。早速変形させましょう。トランスフォーム <laughs> 順番に変形させていきましょう。まずはスモークスクリーン。これそれぞれ、 お、おたわテクニカルレベルいくつって言ったかな <laughs> ま、あそんなに難しくないです。3とか4とか。うん。どんどんいきます。ね、これ何回も変形をお見せしてるんで、もうおたわこれもういいよっていう人もいるかもしれないんだけど、初めて見る人もね、結構いると思うんで、一緒にやっていきましょう。結構これは王道な変形パターンですね。うん。この足の辺とか面白いですよね。こう反転。腕をちょっと開いて、ここ。 ウィンドウを開けます。ここにピンがあります。ピンを外して下に下ろす。腕。ここのピえーっと、ここのブロックをこうして、手首を展開。わー、気持ちいいですね。このカチカチカチっていう音。うん、いい。こね。そして最後に、どう反転。 完成です。おぉ青みが強いうん。あ、でも、スモークスクリーンだ、これ。ちょっと顔見てみましょう。うん。この顔、イケメンですよね。後で、あの、お見せするんですけど、プロールと同じ。うん。あの、元々の玩具も、プロール。それから今回出てないんですけど、ストーリーク。この3人はみんな同じ方なんですよね。付属の武器を持たせます。うん、手じゃなくて、ここにしましょう。この風に、肩にマウントさせることもできます。 特筆すべきところは、うんー、特にないかなぁ。うん。リカラーアイテムですね、これ。はい。さあ、次。トレイルブレイカー。これも変形パターン簡単なんです。ここ。この部分を稼働させて、ここに爪があります。ここをくっつけます。でここは腕ですね。こう伸ばして、下ろす。あ、こっちの手なんだなぁ。その、さっき言っていたこの手。 この、この造形になってるの、確かトレイルブレーカーってこっちじゃないかったかなあの、モイストくんがこっちだったような気がするんですよね。<laughs> モイストってわかりますかね <laughs> あの、ホイストのことです。あの、ドーナツでもバグついていてくれたまえっていう、あの人です。で、足。うん。でね、このシリーズのコンバイナーウォーズ。もしくはにこ、日本では、ユナイトウォーリアーズのシリーズのこの車からロボットになるモチーフにはこの多いんですよね。この足。こういうやつ。ここを開くと、 こういう風になっていて、このように展開します。こ,このロックで止めます、まあ。トランスフォーマー、あの、買ってみようかなと思っても買ってない人多分結構いると思うんですけど、あの、買買、買ってぜひ遊んでみてほしいんですよね。ただね、絶対ハマるから <laughs>、買いすぎ注意ですよ。ほんとに。お、これで完成かな完成トレイルブレイカー。 あ、これいいね。あの、頭部が新規造形です。おおこれトレイルブレイカー顔だ。トレイルブレイカー顔って言っていいのかわかんないんだけど。うん。トレイルブレイカーの顔だ。これであの、サイバートロンのみんなをこう、フォースバリアーって言って、バリアーを張って、こう、みんなを守るみたいな描写がありました。で、確かこれでも攻撃してたような気がします。うん。あの、トレイルブレー、はっきり言ってね、トレイルブレイカーが斧持ってる印象全然ないんですよね。うん。 こうやって持たせると、あの、銃に見えるよっていう武器です、うんまあこ。こっちにしておきましょう。で、この武器を、これ、これはどういう風になっているのかなこ,ここでも。あ、素晴らしいこのジョイント。一応、なんていうのかな変、変な風になっちゃうけど、一応ここも、あの、ジョイントとして使えます。あこれってあれじゃん。<laughs> あの、縦、うん。こんな風になります。 あここれは使い方合ってるのかわからないんだけど。うん、ここにもマウントできるし、あと腕の横ですね。ここもいい。うん。ちょっと、ちょっとこっちが重くなっちゃうんですけど。こんな感じになります。おおトレイルブレーカー。こんな感じです。さあ次ハウンドこれもね、前回のリデコ元のスインドル同様面白い変形をするんですよね。まずはこれが頭部。お、これ新規造形だ。 ちょっと、ちょっと後でゆっくり見るんですけど、ちょっと一回見てみよう。おおハウンドの顔だこれかっこいいな。うん。かっこいい顔なんです。新規造形ですね。このカバー、これ開きます。ここの軸で稼働します。これ上に上げて、これもう一回、うん、クリックで上がります。さあ、そしたら、ここですね。このように稼働させて、こう上に持っていきます。 で、これが足になります。足をやりましょう。ここ離れて、こうね。こういう風うになってます。で、このブロックが中に入ります。カチっていうのは気持ちうん、カチって言わなかった。おおうん、気持ちいいね。僕、なんか動画のレビューで結構気持ちいいをよく言ってるけど、わかるよね。なんとなくね。わかってくれるよね。あ、こっちは言わなかったな。うんうん、パチンって。 あの、ガングの変形させてる時のあのパチパチいう音が僕すごい好きで。うん。う反転させる。ちょっとゆっくりやりましょう。こういううになってます。こう。これ面白い変形ですよね。そし、最後の、このパネル。穴があります。稼働させて、ロックして、最後、ここにもロックがあります。このピン。これで止めると。完成ハウンド おーまあ、なんていうのかな劇中のハウンドとはちょっと違うけど、うん。この顔、ちょっと見ていきましょう。ここが新規造形ですね。このハウンド顔。うん。ちょっとこう、澄ました顔してるんですよね。これいいですね。こんな風になってます。あとでリデコモントのスインドルもお見せします。ちょっと武器を持たせましょう。なんだろうな、こう、武装したハウンドって感じ。 あのね、もしくはね、これ考え方によってはね、これハウンドじゃなくて、バルクヘッドとかね。うん、バルクヘッドだと思うとなんか <laughs>、いいかもしんない。うん、ちょっとなんか、劇中のハウンドとちょっと違います。こんな感じ。さあ、そして最後。ホイールジャック。うん。何気に僕、この、今までのこの3体も含めて、説明書通り一応変形させてます。まずはここらしいですね。ここ。あ、これは別パーツなんですね。ああ、なるほど。 これを起こして、次はここ。これが、あの、かかとになります。これ反転して、ここ。うん、で、このボディを、こう。で、これが足。こう開いて、うん。あ、ここの、あれは同じですね、うん。こういう風になってて、あの、さっきのパチンと同じですね。うん、これは、なんていうのかな。パチンじゃなかった。ギュッて、中に入る感じ。次は腕。 これブレイクダウンの時の注意と同じですね。ここにブロックがあって、これ斜めに起こす。起こしきらないっていうのがポイントですね。斜めにして、腕を展開。反対側も同様です。こ,このブロック。こうですね。うん。さ、そしたら、はい。これが外れてました。<laughs> まあよくあるよね。トランスフォーマー。ここ一体が、このように稼働します。で、これを下ろして、ここにピンがあります。これをくっつけます。 くっつけてから、このブロックを押し込みます。ここでロックがかかるんですよね。うん、硬い。硬い方がいい。ね、柔らかいより硬い方がいいですよね。あの、柔らかいとこう、ふにゃふにゃとるんですよ。うん、これでロック完了。で、ここがふにゃふにゃする。<laughs> よしそれで最後は、頭部。ここを反転。どんな顔してるんだろうせーの。じゃんおおホイールジャックの顔だ ああ、じゃあこの4体全部新しい顔なんだ。あ、違うな。スモークスクリーンだけ違うな。これいい顔ですね。うん。なんか今にも喋りそうな <laughs>、あの顔です。この新規造形。で、このボディは、ああ、ちょ、ちょっとなんかこう塗装が寂しいなと思いました。うん。こう真っ白に、うん、そうだね。さっきこれが、これダミーなんですよ。 ざっくりで申し訳ないんだけど。こう動かないからあれなんだけど、この辺。この辺のダミーなんですよね。あー、なんか、ここ黒で塗装されてたらあれなんですけどね。うん、ちょっと寂しいなと僕は思いました。うん、でもこの顔いいね、うん。武器を持たせましょう。あ、そっか。ホイールジャックと言ったらウィングがありますよね。これウィングがないね、うん。ウィングに見立てられないしな。<laughs> まあ、こんな感じですで。僕らはこれ個体差かな。緩いですね。 これは個体差だと思います、まあ。緩いところもたまにあったりします。だいたいこんな感じ。全員変形完了です。それぞれがリカラーであったり、新規造形パーツのリデコ。G1 の選手が4人。さあ、そしたら、じゃん。じゃん。この5人を変形させます。トランスフォーム。じゃん。ご覧ください。 さっきも言ったんですけど、第4弾と今回の第6弾を全部揃えると、このように G1 メンバーが集結します。うん、やっぱさっきも言った通り、こう、ずらっと並べるといいですね。今回発売された組。で、この両脇の2人が第4弾。あ、で、コンボイはこれ第1弾なんですよね。うん。さあ、次はリデコモトと比較して、何がどう変わったかを見ていきましょう。まずはこれがスモークスクリーン。リデコモトのプロール。あの、頭部からつま先まで全部、色以外同じです。 次はトレイルブレイカーとアイアンハイド。うん。パッと見た感じは造形同じで、この右手が違います。それから頭部。アイアンハイドはこの間マスターピースで、あのアニメにそっくりな立体物が発売されましたね。さあ次はハウンド。ちょっとサイバートロンの戦士にリデコ元のアイテムいなかったんで、スペシャルゲストのスインドル。これのリデコアイテムになります。この頭部以外は全部同じ。うん。ハウンドはこんな感じ。 さそして最後は、ホイールジャック。リーダコー元になったのは、サンストリーカー。もしくは、メナゾールのブレイクダウン。まあ、大体これと同じです。ちょっと見ていきましょう。頭部がもう違うから、全然違うように見えますね。この胸部。胸部も違います。お腹とか腰の周りは同じで、足もちょっと違いますね。うん、この辺とか。つま先も違います。これ白で見づらいな。微妙に違います。腕の造形も違う。 何気に今回の中ではホイールジャックが一番造形が変更されてますね。うん。このビークルの、この外装の部分。ここが違うから、あの、形がちょっと違いますね。足も、ここにウィングがあります。ホイールジャックはこんな感じ。さあ、それではビークルモード、ロボットモードをじっくり堪能したところで、今日のハイライトだ各メンバーが合体ロボの手と足になります。今回はこのパッケージに書いてあるやつでやってみましょう。腕、足。この組み合わせか。よし ちょっと申し訳ないんだけど、今回変形方法をちょっと省略します。あの、詳しくは僕の過去のレビュー動画を見てください。それでは変形させます。手と足に変形するぜ。トランスフォーム <laughs> じゃん合体準備完成です。両腕と両足。ところが今日、胴体がないんですよね。そこで、じゃん私にいい考えがある。<laughs> 今日はこれが言いたかっただけです。冗談です。これが胴体になるんですよね。というわけで、トランスフォーム じゃんご覧ください。これが胴体。さあ、それでは合体させましょう。これ名前なんだろうな。ウルトラプライム。ウルトラ、ま、あいいや。いきます合体スモークスクリーンが右足。トレイルブレイカーが左足。ハウンドが左腕。そしてホイールジャック。右腕。そして頭部。ここにあります。完成グランドプライム。 ご覧ください。これ胴体が違っても、ちゃんとこれ合体します。うん。こんな感じになるわけですね。これは G1 メンバーのコンボイを中心とした、このメンバーが合体するっていう、まあ、夢のロボットですよね。さあ、これの大きさ比較。ちょっと見てみましょう。<laughs> じゃん。先日僕がレビューした、この海賊戦隊豪快ー,ーの豪快王。これが30センチなんで、ほぼ同じぐらいです。この巨大ロボになります。上半身のアップです。うん。あの、前回レビューした、ウルトラプライム。 あれとはもう色味が全然違うんで、そういった観点から見ても面白いですね。ちょっと他の組み合わせやってみましょう。ハウンド。これを足にしてトレイルブレーカーを打て。うん。ちょっと、あの、やってみましょう。で、こういう風にしてみましょう。完成こんな風になります。これいいかも。個人的にはこのトレイルブレーカーのこの、拳。これ新規造形なんですよね。なんかこう、クレーンなんとかアームみたいな。うん、拳じゃない感じこれいいですね。 うん。色の効果もあって、さっきとはまた見た目が変わりましたよね。ちょっと比較してみましょう。こっち側のやつがさっきのやつ。うん。雰囲気結構変わりましたよね。まぁ、あ、こんな合体の遊び方もできるし、さっき紹介したこの4段の4人。うん。これをちょっと使って色々合体させてみましょう。まずはこれじゃんそれぞれのリデコモートをこうやって合体させてみました。こんな感じもいいですよね。あの、古くは勇者シリーズ的な、こう、かっこよさがあります。 うん、っていうか、これ、すごいかっこいいな。<laughs> これで、あ、足は、このハウンドの、この肩がいいね。ちょっとこれでやってみましょう。せーの。じゃん完成オタファお気に入りプライム。あ、これいいうん、いろんな遊び方ができるんだけど、うん、僕はこの組み合わせが一番かっこいいと思いました。うん、これで決まり。僕のルーツにある勇者ロボっぽい。というわけで今回のコンバイナーウォース第6弾。トレイルブレイカー、ハウンド。 スモークスクリーンにホイールジャックのレビューいかがだったでしょうか、まあ、こんな風に楽しく遊べるっていうのがコンバイナーウォーズの魅力です。そして次回はいよいよ、じゃんスカイリンクス。これがいわゆるこの今日のコンボイの代わりになるわけです。コンバイナーウォーズ第6弾もまだまだ続くんで、どうぞ最後まで見てください。今回の動画面白かったな楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。 おぉオタファこれかっこいいじゃんとか。オタファあのキャラとこのキャラをくっつけるとこんな風になってかっこいいよとか。いや、コンバイナー坊主 <laughs>。どこまで続くんだろうねとか。オタファもっとトランスフォーマーのレビューしてくれよとか。どんなことでも結構ですみんなからのコメント待ってますそれでは次の動画でお会いいたしましょうオタファでした